皆さん、こんにちは。今回は皆さんご存知、マー君こと田中雅宏さんについてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。プロ野球楽天の田中雅宏投手は、今季の開幕から2軍調整を続けています。昨週に右肘のクリーニング手術を受け、2月下旬からオープン戦登板を重ねたものの、本来の球威が戻らず、開幕1軍メンバーから外れました。一度は4月中旬に予定されていた1軍昇格も白紙に、日米通算200勝が残り3勝の数字以上に遠く感じられます。2013年に楽天のエースとして24勝0敗という神がかり的な成績で日本一に貢献し、ヤンキースでは新型コロナウイルス下でシーズンが短縮された20年を除き6年連続で2桁勝利をマークしました。通過点に過ぎないと見られていた200勝ですが、未だ1軍昇格の目処が立っていません。前世紀からの力の衰えは明らかで、石にかじりついてでも200勝はしようとするでしょうが、してしまえばあっさりユニフォームを脱ぐこともあると見ています。と大台到達後の引退説がささやかれるほどです。5月田中雅宏投手の1軍昇格の距離感がうかがえる出来事がありました。妻の里田舞さんはゴールデンウィーク中に子供たちを連れ、ヤンキース時代に暮らしたニューヨークを訪ねたことを13日インスタグラムで報告しました。ニューヨークを拠点とするタレントの渡辺直美さんと再会したとし、最後はお友達に会って楽しく過ごした。ニューヨーク時代大変お世話になり、今でも交流ある方々などと綴ったのですが、在京球団のコーチが違和感を口にしていました。シーズン中に奥さんが子供と一緒に海外に行くというのは、マー君がローテーションに入っていたなら考えられないことです。当面1軍昇格が見えていないことの表れでしょう。オールスター戦までに戻ってこられるかどうかというところでしょうか。そして田中雅宏投手自身も新人たちとの食事会に参加したことを同日 X で紹介しました。この時の集合写真でひげを蓄えた田中雅宏投手の容姿の変化が話題を呼ぶとともに、ネット上では2軍調整中の身にもかかわらず緊張感に欠けるなどと手厳しい意見が散見しました。昨オフに受けたクリーニング手術では、オープン戦の投球を見る限り王子の球威が戻ったとは言い難かったようです。時間をかけ一から立て直すことの必要性を誰より本人が自覚していたことでしょう。在京球団編成担当は田中雅宏投手が置かれた状況に言及しています。もし今年中途半端な状態でシーズン序盤に1軍に上がってきていれば、3つはなんとか勝ち200勝にたどり着いていたかもしれません。ですがそのような状態で記録を達成すれば来季の契約に関わってきます。球団としては大記録を達成し区切りがついたことで、来季に2桁勝利を計算できないマー君に対しては肩叩きをしてくるでしょう。コーチ兼任にして事実上戦力構想から外すとか、その手順さえ踏まずいきなり戦力外通告するとか、マー君もそうなる事態を想定しているからこそ、今季は1つか2つ勝ちを積み上げるだけで200勝は寸止めとし、来季に200勝するというよりも投手生命をかける青写真なのではないでしょうか。田中雅宏投手の今季年俸は楽天復帰時から大幅に減ったとはいえ2億6000万円を稼ぎます。主砲の浅村栄斗と内野手の5億円、クローザーの則本昂大投手の3億円に続きチーム3位の高給取りです。親会社は携帯電話事業の不振により依然経営環境が厳しいままで、後半戦でよほどの好成績を残さない限り田中雅宏投手に今季同様の減額制限、年俸1億円超えは 40% を超える大幅減俸が提示されることは必至でしょう。ただ200勝に到達していなければ楽天からの契約打ち切りは考えづらいです。マー君はその球団事情をも見透かした上で、来季に向けて万全の状態にするため今は調整に余念がないのでしょう。来季は序盤で200勝を達成し、最終的には2桁勝利を挙げるなどして、オフにはあわよくば他球団からも声がかかるような売り手優位の状態に持っていこうとしているのではないでしょうか、とも言われています。
パリーグはソフトバンクが独走体制を築いているものの、 A クラス争いは混戦で、楽天にも十分チャンスはあります。仮にクライマックスシリーズに出場すれば、田中将大投手には絶好のアピール機会となるかもしれません。ヤンキース時代、プレーオフにはめっぽう強かったですよね。ニューヨークの辛辣なメディア、目の肥えたファンも一目置いていました。胴上げ投手になった13年の日本シリーズも語り草になっています。持ち前の短期決戦での勝負強さを発揮すれば、日本球界復帰後の低評価を一変させることも可能です。まずはレギュラーシーズンでの復帰登板ですが、一部では楽天グループが冠協賛し、楽天スーパーナイターと銘打たれた。8月1日のソフトバンク戦、東京ドームが有力との予想もあるようです。同グループ挙げてのイベントで前売りチケットはすでに完売しました。三木谷博史オーナーの午前試合でもあり、特別な一戦となります。そこで田中将大投手が戻ってくれば、一身に注目を集めることは間違いないでしょう。存在感を示すにはレギュラーシーズンでこれ以上の試合はないでしょう。自ら照準を定めることになる夏真っ盛りの開幕戦から約2ヶ月間で、どこまで来季契約に向けて巻き返すことができるか、神の子の投手生命をかけた最後の大勝負が間もなく始まろうとしています。そんな田中将大投手ですが、タレントの里田舞さんとご結婚されていることは皆さんご存知ですよね。ここからは田中将大投手のご家族についてお伝えしていこうと思います。前述した通り、田中将大投手は2012年にタレントの里田舞さんとご結婚されています。現在では2人のお子さんに恵まれ、4人で楽しく暮らしているようです。そんな田中家の長男は2024年4月で小学3年生になります。2024年1月、田中家の長男が通っている小学校は残念ながら分かっていません。もし通うとしたら、芸能人の子供が通っていると有名な次の3校を想像しますが、青山学院、成城学園、和光学園。長男はニューヨーク育ちで、父親の田中将大投手が再度メジャーに挑戦することもあり得るので、将来のことを考え、インターナショナルスクールに通われている可能性も高いでしょう。そんな田中家の長男ですが、過去に小学校の入学準備で自分の名前を鈴木大地と書いたエピソードがあるそうです。母里田舞さんは、違う違う、君は田中、そうじゃないなどとツッコミを入れていましたが、長男は父田中将大投手のチームメイトである鈴木大地内野手の大ファンのようですね。そんな田中夫婦ですが、離婚の危機なのではないかという噂がありました。それは妻里田舞さんの仕事が増えてきたから、主婦業に専念していた著名人が急に仕事を始めるのは離婚の前触れである。そんなジンクスが里田舞さんにも当てはまるとして心配されているようです。彼女のインタビュー記事が配信されたのは12月17日の美的 .com。 メイク情報やアメリカでの生活、日本帰国後の生活などを語っており、多忙な日々で一人時間を大切にしていると明かしています。クイズヘキサゴン2でブレイク後、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手と結婚し、現在は一男一女の母、芸能活動より主婦業に重きを置いているのでしょう。とはいえ、第二子出産は2019年6月のこと。小学校に上がるタイミングでもなく、中途半端な時期に仕事したのは不自然にも思えます。これまでめぐみさんや吉瀬美智子さんは離婚前後に仕事の変化がありました。つい最近離婚を発表したビビアンスーも、大晦日の第74回 NHK 紅白歌合戦にブラックビスケッツとして出場。昨年から日本のテレビへちょこちょこと出演していました。田中投手は所属チームのいじめ問題の渦中にいるため、好感度がダウン。さらに昨シーズンの成績もいまいちだったため、来季の契約で年俸も大幅ダウンが見込まれています。アメリカでも田中投手を支え、良妻賢母だと称賛されていた里田舞さん、夫の収入が減ったので一肌脱いだのだろうかと心配の声が上がっていました。いかがでしたでしょうか。これまで日本国民に大きな感動を与えてくれた田中将大投手、引退もささやかれていますが、私生活も含め
まだまだ頑張ってほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。